レンジの車内からどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりフランだよ。ゆっくりチルノだよ。済んだもんなのだ。前回は尺の都合で桜で動画を切るっていうクソみたいなことをしたけど今回はちゃんとしてるからね。まあ今回こそ霊の駅に向かうんだよな。話変わるけどスカレンジのグリーン車本当に静かだね。100キロくらいで爆走しててもモーター音一つも聞こえてこない。さすがはグリーン車を名乗ってるだけあるのだ。千葉県一の大都市、千葉市の中心駅、千葉駅に到着なのぜ。普通車の方を見てみたけど、この駅からかなりの数の乗客が乗ってくると同時に、かなりの客が降りてったよ。さすが大都市千葉、かなりの数のビルが立ち並んでるね。まあ言ってしまうと、千葉くんの鼻先部分だけ明らかに人口が密集してるからなのだ。それ言ったらおしまいなんよ。まあ京浜間需要はかなりあって、今乗ってるこの総武線だけでなく、京成線、京葉線なども走っているのぜ。地図で見てみると川の字になっているから、なんか阪神間の線路のようにも見えなくはないかな。まあ阪神間と違ってこっちはあんまり競合とかしてない感じするけどね。ちなみに千葉の手前の津賀から通過駅が設けられてて、この列車は幕張、西船橋などの駅を通過していくのぜ。あれ？西船橋って千葉県で一番利用客数多い駅じゃ。実は西船橋、利用客数が多いが、駅が小さいために、総武快速線が止まると混雑度がえぐくなると予想されて、総武快速線の停車駅からは外されているのぜ。遠近分離に近い感じかな。まあ利用客を一つの駅に詰めると地獄みたいになるもんね。津賀沼駅に到着なのだ。この駅、新京成との乗り換え駅なんだけど、新京成の方の駅名は新津田沼なうえ。近くに京成津田沼駅があるからさらに乗り換えをややこしいものにしているよ。なんか近鉄四日市と JR の四日市駅が別の駅にあるってのとなんか似てる気がするかも。船橋駅に到着だよ。この駅から総武各駅停車線に乗り換えなのぜ。やってきたのは三鷹所属の E231 系500番台だよ。この車両は確か、もともと山手線で走っていた車両で、元はウグイス色の塗装をまとっていたよ。ご乗車ありがとうございます。船橋駅を発車なのだ。この列車はここから先、西船橋、下宇佐中山、元八幡、市川、小岩、新小岩と各駅に停車していくよ。総武各駅停車線は総武快速線と違って東京を経由しない代わり、中央線の三鷹方面へ抜けるのぜ。お茶の水あたりから中央各駅停車線へと名前を変えるのよね。横に走ってるのは東武の野田線かな。柏や野田市を経由して春日部や大宮へ向かう路線なのだ。今並走していたのは東武の1万系、1万、30型かな。千葉県で最も利用客数の多い西船橋に到着だよ。確かに言われた通り利用客数の割にはホームが狭かったりとかなり厄介な作りになってるね。あ、メロディなってる。じゃあ気を取り直して武蔵野線で南船橋に向かっていくのだ。まあ大体の駅は途中切りしてくるから仕方ないのぜ。まさかの今日は音符は深夜に流されたらたまったもんじゃない。まあなんやかんやで西船橋駅を発車だよ。次は終点南船橋です。 The next station is 南船橋 Terminal JE11。乗車時間わずか数分で終点の南船橋駅に到着だよ。この駅で京葉線に乗り換えていくのぜ。南船橋駅から乗車していくのは、京葉車両センター所属の E233 系5000番台、京葉線仕様の車両だよ。京葉線に行けば必ず見れる車両だね。京葉線を走行する車両の8割くらいがこの車両で運転しているのだ。まあそりゃ遭遇率も上がるわな。ということで今日の目的地、巷で話題の新駅に到着だよ。幕張豊砂駅だな。この駅は3月17日のダイヤ改正で開業したんだけど、本日は3月28日ということで、ギリギリ開業2週間以内に訪れることができたよ。別に後に訪れても何も問題はなくない？まあできるだけ新しい状態の駅に訪れたいってことじゃないかな。そういうことそういうこと。おお、やっぱり開業から2週間も経ってないからめっちゃ新しい内装だね。梅町もふんだんに使われていて温かみのある駅なのだ。そ
してこの駅は1番線と2番線で階層が異なっていて、東京方面の2番線は2階、蘇我方面の1番線は1階にあるよ。実質的な2層構造な感じか。駅前には幕張と吉名のイオンがあるね。この周辺は都市の機能分散の一翼を担うために開発されてるそうだぜ。だからアクセスのために幕張と吉名駅を開業させたという感じかな。その通りだぜ。ということで幕張と吉名駅を発車したよ。駅にちょっとした吹き抜けがあるおかげか、圧迫感の感じない開放的な駅になっているのぜ。ザ・新駅って感じがするかも。うちのチャンネルめっちゃ夢の国の棒ネズミに喧嘩売りまくってるから、下手したらあさってくらいチャンネル消えてるか。潮見駅を出たらどんどん高さを下げていって地下館に突入だよ。この地下館を通りながら隅田川や東京周辺の運河の下をくぐり抜けていくから、駅の高さが地上からかなり離れてたりするので、浅かったら水浸しになっちゃうもんね。ということで京葉線に乗って終点の東京駅に到着なのぜ。てかもう夕方の時間じゃん。東京駅で新幹線に乗ってまた静岡に戻っていくよ。やはり地元が一番。お、平日1本の本田駅快速も走り始めたね。ということで東京から静岡に帰るんだけど、2日目でずんだもんとはお別れだよ。2日間楽しかったのだ。東京の面白い電車に乗れて超満足。ここから3日間はいつめんの4人で旅していくわけか。次回はシャッタバの区間をさらに乗って東北新幹線にも乗車していくよ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃねえ。